中国当局が拘束。アステラス製薬幹部をめぐって日系企業の反応とは。反スパイ法で59歳の男性が。3月中旬、中国北京でアステラス製薬の現地法人幹部の日本人男性が突然拘束された。この事件について中国に進出している日本企業はどのように受け止めているのか。拘束された59歳の男性はアステラス製薬で現地法人トップを務め、現在は特別顧問として勤務しているという。20年以上の駐在経験があり、中国当局との窓口役を担っていましたが、定年が近づいたので日本に帰国することになっていました。まさにその帰国当日に北京市内で国家安全局によって拘束されたようですと外信担当デスク。男性と連絡が取れなくなったことでアステラス側が北京の日本大使館に相談し、日本側の問い合わせでことが露見した。中国外務省の報道官は会見で、国内の刑法や反スパイ法などに違反した疑いがあると拘束理由を説明しているが、より詳しい容疑事実は判然としない。反スパイ法は2014年に施行され、それをもとに中国で活動する外国人の取り締まりが強化されてきた経緯がある。贈収賄の疑い。さらに反スパイ法は2022年末に改正案が公表され、適用の範囲や定義が拡大しているという。男性は現地に進出した日系企業からなる中国日本商会の理事を務めるなど幅広い人脈を持っていたようです。新たに現地に進出する会社はもちろん、様々な面で相談を受けていましたし、中国当局に挨拶する際には男性を頼ることが多かったとのことです。そういった点から中国との蜜月を指摘する声も中にはあり、男性は当局側から贈収賄の疑いを持たれているのではないかという話も出回っていますが、反スパイ法の施行後、中国国内で拘束されたり、裁判で懲役刑などが科せられたりした法人は16人。とにかく怖いのは、容疑事実が一切明らかになっていないことのようです。それだけに危ない橋は渡らないというのが鉄則だということなのですが、男性はベテラン中のベテランで、何が反スパイ法に抵触するかよく知っていただけに、これまで以上に不穏な空気が流れています。国家安全局の冷血。男性を拘束した国家安全局は、中国国内の行政組織から完全に独立しているのだという。何しろ中国共産党の幹部も監視対象にしていると言われており、中国外務省も男性がどこでどんな風に拘束されているのか察知できていない可能性が指摘されています。この国家安全局は、法人を拘束することによって生じる国家間の摩擦について配慮することはない存在だと噂されていると聞いています。差し当たって、今回の拘束による中国の狙いについて詮索する動きがあるが、この組織の性格から見て、そういった動きはあまり意味のないことなのかもしれない。仮に解放されたとしても、これまで同様、容疑事実が公表されることはないでしょう。加えて、反スパイ法の改正が進むことで、今回のようなケースが増えることはあっても、減ることはないだろうとの見方も強い。4日午後、日本領事と男性が面会したとの報道があったが、現地の日系企業の間では、明日は我が身との悲鳴にも似た声が漏れ伝わっているという。中国の非公式警察署続報。元人民解放軍の幹部が中心。日本国内でスパイ行為だよ、明言。関係会社代表インタビュー成功。中国が日本を含めた世界53カ国に非公式警察署の拠点を設置していたとされる問題で新たな展開だ。この問題を徹底追及してきた産経新聞論説副委員長の佐々木瑠衣氏が、
非公式警察署が密かに設置されていた親睦団体と関係が深い会社代表との電話インタビューに成功したのだ。代表は会社の元幹部を中心に日本国内で実行されていたスパイ行為の実態を証言した。ウクライナ電撃訪問で覚醒した岸田文雄首相は中国による主権侵害疑惑にどう対峙するのか。佐々木氏が緊急寄稿した。東京、銀座をはじめ全国各地に設置されている中国の非公式警察署。私、佐々木が関係者の取材を進めていたところ、非公式警察署と関係がある会社代表 A 氏が電話インタビューに応じた。大阪や名古屋などの大都市圏が点在する西日本エリアで暮らす A 氏は当初、対面でのインタビューを了承していたが、取材予定日に外せない仕事が入ったとして電話で内情を聞くことになった。この会社は工業用品の製造・販売などを事業の柱としている。A 氏は中国出身で日本に帰化しているという。A 氏によると、非公式警察署は会社が行っていたのではない。元人民解放軍で、すでに会社を辞めた元幹部の B 氏が、華僑を中心とする親睦団体を拠点に、日本在住の民主活動家や中国人留学生に関する情報収集を行っていたという。驚くのは、B 氏がどんな情報収集を行っていたのかを聞いた時だ。A 氏は、スパイ行為だよと明言したのだ。なぜそんなことを平然と言うのか不思議に思ったため、私はスパイ行為という言葉はあからさますぎてにわかには信じがたいという思いを伝えた。すると A 氏は、中国や中国人、それに中国より長く暮らしている日本は大好きだけど、中国共産党は大嫌いだよ、だから本音を言うんだと語った。それからさらに B 氏の行動について明かし始めた。 B 氏は前述の親睦団体を足場に、優秀な中国人留学生を共産党に入党させるリクルートを行っていたという。また日本での反中国共産党活動や思想を持っているとみられる在日中国人らの監視・追跡も行っていた。これらの活動は在日中国領事館の指揮系統下にあったという。 A 氏によると、親睦団体は表向き在日中国人留学生や在日中国人の交流を装いながら、実際には中国領事館の指導を受けつつ、習近平国家主席をに反発したり、反共産党的な危険分子をあぶり出していた。中国本国から通報を受けて海外逃亡犯などを追跡する役割も担っていたという。 B 氏は金銭トラブルから会社を辞めたが、親睦団体を隠れ蓑にした非公式警察活動は続けているという。日本人は脇が甘くお人よしすぎる。非公式警察署は世界53カ国に存在するとされ、そこに住む中国人民主活動家や一般中国人を監視・追跡しているとされる。日本で最初に判明した東京・秋葉原の非公式警察署は、中国の人権問題を監視するスペインの人権 NGO セーフガードディフェンダーズが昨年9月の報告書で明らかにした。その後、東京・銀座や名古屋・栄といった繁華街にも存在していることが分かっている。いずれも米首都ワシントンにある保守系シンクタンクジェームズタウン財団が2019年1月5日付電子版で公表した報告書や、中国共産党の地方政府が公開した新聞の電子版で判明している。スペインや米国の報告書は、非公式警察署が中国大使館や領事館の指揮下にあると同時に、中国共産党の海外情報機関党中央統一戦線工作部党専部が関与しているとしている。前述の A 氏は、日本人は脇が甘くお人よしすぎる、不当な活動はやめさせなければいけないと語った。反共産をなぜ監視しなくてはならないのか。共産主義というものが完成された理想の体制ではなく、
ほんの少しの力でもろくも崩れ去ってしまうものだからであろう。旧ソ連のチェコ侵攻、アフガン侵攻は武力で抑え込もうとした例である。天安門事件も力で抑え込まなくては解決できなかった。香港問題はうまくやった方かもしれないが、その陰には武力がある。王政の形も形だけ残すという国はあるが、ほとんどが崩れ去った。王政にせよ共産主義にしろ、それを保持するのに力をもってするという形、独裁制は結局は崩れ去る。王政は長いこと続いたが、独裁であるとは限らなかったからであろう。選ばれて王、皇帝になることも多かった。ところが共産主義という体制は自然と生まれるものではないから、保持するためには無理な力、武力を必要とする。それは共産主義が独裁でなければならない理由であるし、やがては崩れ去る理由でもある。